오늘 우리 가정의 하나님 나라 임하게 해 주세요. 우리 모든 친척과 가족에 하나님 나라가 임하게 해 주세요. 하나님, 내가 해결할 수 없는 문제를 해결해 주셔서 감사합니다. 나도 복음을 모르는 친구들과 사람들에게 복음을 전하게 해주세요. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘. 하나님, 나를 구원해 주셔서 감사합니다. 나의 모든 문제 해결해 주신 예수님 감사합니다. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 저로 사무엘 저랑 영적자 및 누리게 해주세요. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 이장친 5총 종족을 살리는 박주희 랩런트 되게 해주시고 237 나라에 복음이 전달되는 언약이 되게 해주세요. 예수님이 우리와 함께 계시는 마음 속에 있었어요. 그래서 예수님의 십자가에서 못 박히시고 다시 살아계세요. 오늘도 성령 충만하고 세계 복음할 수 있는 능력을 주세요. 하나님, 그때 성숙대하고 병들고 죽어갑니다. 마귀가 꼭꼭 묶어 떠날지라고 예수님의 말씀을 꼭 듣는 엠틴 다이시 되게 해주세요. では、エンマネル教会の YouTube の皆さん、こんにちは。はい、隣にいる友達とも挨拶しましょう。こんにちは。レムナントのみんな、今日も礼拝をするために集まりました。礼拝の前に、先生と一緒に契約を告白してみましょう。先生の言うことをしっかり聞いて、一緒に言葉で体でついていってみてくださいね。準備できましたか？
準備できましたか？では一緒に元気よく告白します。私は神様を礼拝するレムナントです。私は霊的サミットになります。今日も霊的サミットに登っていく礼拝として勝利しましょう。ではキリストがくれた神のプレゼント一緒に賛美します。언약의여정걸어나갈때날마다새롭게해주시고언약의여정걸어나갈때날마다생일주세요내맘속에기쁨이샘솟아요내맘속에기도가즐거워요내맘속에우리다함께큰목소리로찬양합시다내맘속에믿음이쑥쑥자라요내맘속에소망이퐁퐁피어요내맘속에사랑이넘쳐흘러요그리스도를통한하나님선물언약의여정걸어나갈때날마다새롭게해주시고一番最初の賛美が終わって2番目の賛美です。先生、今日2番目に賛美する曲は何ですか？2番目賛美する賛美はウィオです。ウィオは神様が私と共にいることです。何て言いましたか？ウィオですね。次はウィオを一緒に賛美してみましょう。レムナントの皆さん、神様が私たちと共にいます。これを賛美で告白しましょう。みんなは함께하시는하나님인마누엘인마누엘은 우리와
よくできました。ではこれから礼拝を聞きますが、その前に一緒にお祈りします。手を合わせてみてください。レムナントの皆さん、手を合わせて目も閉じます。この時に集中をします。先生が礼拝のためにお祈りします。神様、父よ、今日も礼拝を捧げる最高の祝福を与えられたことに感謝します。私たちが絶対に解決できないサタンの問題、災いの問題、地獄の問題を十字架で解決されたイエス様がキリストであることを信じます。この福音を237全世界とすべての人に伝える幼稚部のレムナントにならせてください。この時間礼拝を捧げるとき、すべてのところに神の国が望むようにしてください。御言葉を伝えられる金義帝牧師先生の上に御座の祝福を与えられ、レムナントたちが御言葉を聞くときに考え、心、魂によく根を深く下ろすようにしてください。礼拝に集中できないようにさせるすべての暗闇をイエス・キリストの御名によって完全に縛り上げられなさい。神様が私たちの礼拝を受け取ってください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。では牧師先生出られて来られて御言葉くださいます。レムナントの皆さん、礼拝の準備できましたか？本当にできましたか？はい、では神様の御言葉を一緒に見てみましょう。集中してくださいね。よく見てください。では今日の御言葉の主題何ですか？文字読めるレムナントいますか？私は文字を読めますっていうレムナント手を挙げてください。あ、多いですね。まだ読めない友達もいますね。じゃあ一緒に読んでみましょう。一緒に読みますよ。金持ちの願い。金持ちとは何ですか？お金をいっぱい持ってる人。そうですね。では金持ちはお金をいっぱい持ってる人は、その反対の言葉は何でしょう？はい、では神様の御言葉を見てみましょう。一緒に読んでみますよ。一緒に声を出して神様の御言葉確認してみましょう。はい、見ますよ。金持ちは叫んでいた。父アブラハムよ、私を憐れんでください。ラザロをお送りください。ラザロの指先を水に浸して、私の舌を冷やすようにしてください。私は炎の中で苦しくてたまりません。ルカの福音書16章24節の御言葉。アーメン。どういう意味でしょう？もう一回見てみましょう。金持ちは叫んでいった。父アブラハムよ、私を憐れんで、ラザロをお送りください。ラザロは誰でしょうか？
そのラザルの指先を水に浸して、私の舌を冷やすように、涼しくなるようにしてください。私はこの炎の中で苦しくてたまりません。これがどういう意味でしょうか？本当にちょっと不思議ですね。知りたいですね。今日の聖書を見てみると、二人が出てきます。何人出てきますって言いました？そうです。二人です。題名さっき覚えてる人。何でしたか？題名。何でしたか？そうです。金持ちの願い。今日出てくる二人のうち一人が金持ちです。この金持ちはお金がいっぱいある人です。好きなように美味しいものも食べて遊んで、しかしこの金持ちは神様を知らない人でした。どういう人と言いましたか？神様を知らない人。金持ちはいいことですか？悪いことですか？聞いてみましょうか。金持ちは悪いことですか？違いますよ。金持ちいいことですよ。だって食べたいものも食べて買って献金もして建築献金もしていいことですよね。こういうふうに見えるからって悪いことではありません。わかりましたか？金持ちはいいことですか？悪いことですか？いいことです。献金もして、見てください。あそこの部屋、カビが生えてます。こういうふうに献金もして、全部変えていかなきゃいけません。しかし、聖書に出てくる金持ちは、神様を知らない人でした。もう一人は、乞食です。お金がなかったんです。しかしこの二人の話がどこに出てきますか？一緒について言いますよ。神様の御言葉。この二人のお話。聖書で話しているこの二人の話の中に入ってみましょうか。皆さんがはいって言ったら演劇が始まりますよ。じゃあこの話の中に入ってみましょうか。はい、その中に入ってみます。君たち、これが何か知ってるかい？そうだよ、お金、お金。私はお金がいっぱいある。お金持ちです。私は誰だって？そう、金持ちだよ。こんなにたくさんお金があれば、見てみて。かっこいいでしょ？こんなかっこいい服も買って、いっぱい着れるし。ほら見て、こんなにお金がいっぱいあれば、見える？美味しそうでしょう。こうやって美味しそうな食べ物もいっぱい食べることができるよ。そしてこんなにお金がいっぱいあれば、君たちが買いたいおもちゃも全部買えるよ。こんなにお金がいっぱいあれば、この世でできないことがないんだよ。お金が一番だよ。神様、イエス様、そんなの私は知らないし、必要ないよ。信じない。お金が一番だよ。この時、乞食のラザロが、この金持ちの家の前に来ました。お金もいっぱいあるし、今日はこうやって美味しい食べ物をいっぱい準備した。見てみよう。これ美味しそうだな。パンだな。あとは何を食べようかな。あ、そうそうそう、チキン。おいしいな、おいしいな。あ、おいしい、すごくおいしい。やっぱり金持ちはこんなにおいしい食べ物を食べてる。あの金持ちが食べて余った食べ物を私も拾って食べよう。チキンも食べてパンも食べたから喉が渇いた。
いちごジュースを飲まなきゃ。おいしい。あ、お腹いっぱいだ。通り過ぎた犬たちがラザロの出来物を舐めていました。もっと舐めてください。ある日、時間が経って、この金持ちと小敷は死にました。小敷は生きている時にイエス様を信じる神様の子供でした。なので死んで天使たちと一緒に天国にいるアブラハムのもとに連れて行かれました。金持ちと小敷がああやって死んだんです。で、小敷のラザロは天国に行き、天国にいるアブラハムに会って抱き合いました。しかし金持ちは生きている時にお金だけを信じ、イエス様を信じない人でした。なので熱い熱い地獄に行くことになりました。あ、熱い、あ、とっても熱い、どうしようどうしよう、はあ、私が生きている時にただお金だけを信じて、イエス様も信じないで、サタンが主人だったから、ここの、この地獄に来たんだ。ああ、暑い。これからは、喉ももう乾いてる。どうしよう。喉乾いたな。あれ？あれは、あれは？あれは小敷のラザロではないか？あ、あのラザロは生きてる時にイエス様を信じたんだ。だからあんな天国に行って、天国でアブラハムにも会ったんだな。いいな、羨ましい。あ、熱い熱い、どうしよう。あのアブラハムを呼んでみよう。あら、アブラハムさん、アブラハムさん、あ、アブラハムよ、お願いですから、お願いですから、私を憐れんでください。その小敷のラザロをここ地獄に少しだけ送って、あのラザロの指に水一滴だけ、ただ一滴だけでいいから私の舌に落としてください。ここすっごく熱くて喉乾くんです。本当にお願いします。僕も憐れんでください。あなたは生きている時にお金を主人としていた。そして楽しく生きていたではないか。ラザロは生きている時、イエス様を信じ、神様の子供になったんだ。だからここに来たんだ。
これからラザロはここ天国で楽しく生きていき、あなたは苦しみを受けるであろう。どうしよう、あのラザロすっごく羨ましい。私も生きている時にお金じゃなくてイエス様を主人として受け入れるべきだった。ああ熱い、ああ喉が渇く。それだけではない、あなたと私の間にはこのような大きな縁がある。私がここからあなたのところに行くことができないんだ。あなたもここに来ることができない。どうしよう、あそこにも行けないし、あそこからここにも来てくれないんだ、来れないんだ。じゃあアブラハム、一つお願いがある。本当に聞いてください。私には生きている5人の兄弟がいます。この兄弟が私の兄弟です。まだ生きています。お願いです、あのラザロを私たちの兄弟のところに送ってください。そしてこの熱い地獄に私がいると伝えてください。ここに絶対に来てはいけないと、イエス様を信じてくださいと、そのラザロを送って信じれるようにしてください。お願いです。あなたの兄弟の周りにも牧師先生と伝道者たちがいる。彼らが福音を伝えているでしょう。彼らがあなたの兄弟たちに伝えてくれる。違います、私たちの兄弟たちは牧師先生や伝道師さんの話を聞かないんです。だからあの死んだラザロが生き返って目の前に来るのであれば、イエス様を信じて悔い改めるでしょう。だからお願いです、ラザロを私の家に送ってください。そうはしない、あなたの兄弟たちが牧師先生や伝道者たちが伝える福音を信じないならば、この死んだ者が生き返って伝えたとしても、あなたの兄弟は福音を信じないでしょう。ああどうしよう、私が生きている時に牧師先生と伝道者の話を聞いてイエス様を信じればよかった。ああ後悔するよ、死んでから後悔しても遅いのに。あのラザロがすごく羨ましい、もう大変だ。ではキリストがくれた神のプレゼント、一緒に賛美しましょう。私の中に信仰が、언약의 여정 걸어나갈 때 날마다 새롭게 해주시고, 언약의 여정 걸어나갈 때 날마다 새 힘 주세요. 내 맘속에 기쁨이 샘솟아요. 내 맘속에 기도가 즐거워요. 내 맘속에 감사가 흘러요. 그리스도를 통한 하나님 선물. 내 맘속에 믿음이 쑥쑥 자라요. 내 맘속에 소망이 퐁퐁 피어요. 내 맘속에 사랑이 넘쳐 흘러요. 그리스도를 통한 하나님.
レムナントの皆さん、よく見ましたか？じゃあ聞いてみましょう。さっき金持ちとこじきの話が出ました。だけども金持ちがなんで地獄に行ったんでしょうか？なんですって？神様を信じなかったから地獄に行ったんですか？そうでしたね。じゃあなんでこじきのラザロはなんで天国に行きましたか？そうです。ついていってください。福音の目で世界を見ましょう。福音の目で世を見なければいけません。ここに来たレムナントたちは福音の目で世界を見るとこのように見えます。さっき金持ちが地獄に行きましたね。地獄はどんなところでしたか？もともと悪魔が行くところです。誰が行くところと言いました？神様が悪魔が行く場所として作った場所が地獄です。生きている時に金持ちはお金を主人として、サタンを主人として生きていたから地獄に行くのです。しかしこの乞食のラザロは生きている時神様を主人として、神様の子供として生きたので死んで天国に行きました。しかしさっき金持ちが言いましたね。何て言いましたか？あそこに私の食べたものを拾って食べてたラザロが天国でアブラハムに会った。私はこんなに暑くて大変なのに。地獄が暑いところですか？暑いところと聖書に書いてあります。そして喉が渇くところだと。でもその水がない。だから金持ちの願いが何でしたか？さっき何て言いましたか？そうです、アブラハムに言いましたね。ラザロをちょっとだけこっちに送ってください。そして何て言いましたか？水をどれくらいちょうだいって言いましたか？何て言いましたか？ラザロの指先に水をつけて、その人一滴だけでも私の舌の上につけてください。どれだけ地獄が熱いところなんでしょう。一杯だけじゃなくて、ラザロの指先につけた水、それだけでいいです。私にください。とても熱くて、その一滴だけでも私が涼むことが、冷えることができると。皆さん、神様を知らずに地獄に行く人、かわいそうですよね。だから皆さんを神様が呼ばれたんです。しかし何て言いましたか？アブラハムが。私がそこに行きたくても、あなたがこっちに来たくても、この間には大きな縁があって、行ったり来たりできないんだよ。だから金持ちがその次に何て願いを言いましたか？二つ目の金持ちの願い、最後にさっき金持ちが言いましたね。まだ生きている私の兄弟、何人って言いました？5人。まだ地獄に来てない5人の兄弟に、私みたいにイエス様を信じてないです。彼らに福音を伝えなければいけないのに、そのラザロを地獄に来ないようにイエス様を信じるように伝えてください。そしたら何て言いましたか？あなたたちの、あなたの兄弟の周りにも預言者がいるから、その言葉を聞いてイエス様を信じるようになるよ。彼らが伝えてくれるよと。そしたら金持ちは何て言いましたか？違います、私の兄弟5人は絶対に預言者の言葉聞きません。死んだラザロが生き返って話すんだったら信じます。この預言者は誰ですか？福音を伝えてくれる牧師先生、伝道者です。そして皆さんのことですよ。ついて行ってください。私はこの福音を伝えるレムナント、神様が皆さんを呼ばれた理由があります。神様を知らない人たちにこの福音を伝えるために皆さんを呼ばれたのです。じゃあレムナント皆さん、手を挙げてキラキラしてください。一緒に言いますよ。私のビジョンは世界福音か、もう一回、私の
ビジョンは世界福音化。はい、手を下ろしてみてください。彼らに何を伝えるべきですか？これです。イエス様がこの地に来られてなされたこと、私たちの全ての問題と災いを十字架で解決された。金持ちはお金もいっぱい、そして食べ物もいっぱいありますが、一つだけイエス様を知りませんでした。しかし乞食は全部なくても一番重要なこと、神様イエス様を信じたんです。神様を知らない人に伝えなきゃいけません。この福音を237の国に伝えるレムナントとして呼ばれました。隣の友達を見ながら言いますよ。あなたは世界福音化をするレムナントだよ。もう一回伝えてあげましょう。私たちのビジョンは世界福音化。私たちのレムナントがどんどん大きくなって、全世界にキリストの光を伝えるレムナントとして呼ばれました。なのでここに集まったご両親、教師の皆さんは覚えてください。一部の講談の御言葉のように、神様が残された残りのもの、この福音をだから刻印するのです。毎日祈りの手帳の動画上がるので、深くこれを刻印するレムナントになってください。ではフォーラムの主題、そして今日の週間の暗唱セクトをまとめた資料があるので、演劇やいろいろ真似をしてみながら御言葉を刻印する時間を作ってみてくださいね。じゃあウィオソングを賛美しながら献金を神様に捧げたいと思います。では皆さん、神様が共にいることを賛美で告白しましょう。全てのことで共におられます。
トの皆さん、神様の御言葉しっかり聞きましたか？じゃあこの御言葉が私たちに刻印されるように今週のミッションを見たいと思います。あれ、これは何かな。喜びポンポンサミットタイム。世の人たちは幸せそうに暮らしてるようですが、福音の目で見るとサタンに捕らえられ苦しんでいます。私は小さくて幼いように見えるけれども、福音の目で見ると暗闇に勝つ神様の子供です。では今日は全てを福音の目で見る福音の虫眼鏡を作ってみましょう。準備するものはクリアファイル、黒と白の紙、マジック、ハサミのり、テープ、サインペンと色鉛筆が必要です。福音の目で見る対象を書いてみましょう。黒の紙をクリアファイルと同じ大きさに切ります。プリントした絵をファイルに入れて、マジックで同じように書いてみます。福音の目で見たいものがあればもっと書いてみてもいいです。ファイルをテープで留めます。くっついてないところがありますね。そこテープで留めてください。ファイルの中に紙を、黒い紙を入れます。次は虫眼鏡を作ります。白の紙に虫眼鏡を描いて色を塗ります。この時に虫眼鏡の見るところ、中は色を塗らないでください。虫眼鏡の形に切って、硬い紙に貼って強く作ります。今日の作品、福音の虫眼鏡完成。今日の人たちは福音の目で見ましょう。私が誰なのか福音の目で見ましょう。1週間、見て聞くすべてのことを福音の目で見る霊的サミットになってください。当ててみてくださいね。緑色がありますね。先生が見せたいものが少しずつ見えてきます。当ててみてくださいね。まだわからないですよね。
人のようですかね。人がいるんですかね。あ、いげ뭐지。お、사람도보이는데、お、저게뭘까。한번더빼볼까요。안경일것같아요。한번더빼봅니다。안경일까。어。자마지막한조각뺍니다。あ、이게뭐。これは何でしょうか。そうです、虫眼鏡です。この虫眼鏡を見ると友達の目が何でしょう、大きく見えました。虫眼鏡はちっちゃいものを大きく見るときに使います。あのアリがちっちゃい、大きく見てみよう。虫眼鏡で見てみるとどうやって見えます、すごく大きく見えますね。今週はこの虫眼鏡を通して一週間ミッションを見てみます。なんで小さいものが大きく見えますか？なんでちっちゃいものを大きく見るんですか？よく見えないから、他に、うん、しっかり見るために、そうです、よーく見るために虫眼鏡を使います。皆さんはこれを使って何をするかというと、全世界をよーく見てみます。あれ、全世界の人たちがどのような姿なのか、もしかしたらお金を主人にしてた金持ちのような人がいるのか、よく見てみます。なので今週のミッションは、福音の虫眼鏡を見て神様を離れた人たちをよく見る、そして私が誰なのか私をよく見てみるミッションが準備されています。私はこれできるよっていう友達は大きく手挙げてみてください。じゃあミッションして写真映像挙げてくださいね。では献金祈りおよび祝祷を持って礼拝を終わります。お祈りします。イエスキリストの恵みと神の大いなる愛と聖霊の働きが、小さい時から現職の福音で刻印され、暗闇に覆われた兄さんの名を生かすすべてのレムナントと伝道者、教師の両親の上に、今から常しえまで共にあらんことを、アーメン。